はいこんにちはレトスノーノです7月25日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます卓研に合格するためには理解学習が必要ですこれはもう何度も、えー、皆様にお伝えしてきている内容ですほとんどの方がテキストや過去問集の解説を丸暗記しているんですけれどもこれだと過去問の点数は上がるけれども本試験では全然点数取れない対応できないということになるんですね 毎年試験が終わった後にこのようなご質問をいただきます過去問では40点以上取れていたのに本試験では30点しか取れませんでした何が悪かったのでしょうかこの原因はもうまさしくですね丸暗記学習という勉強法が原因なんですねそしてそうならないためには理解学習を実践していくっていうことが必要になってくるんですねなので今回は独学でできる理解学習のやり方 について、この動画の最後でお伝えさせていただきます。今年の試験までまだ3ヶ月弱ありますので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為の成立と同時に履行地帯となる、丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答え、丸ですね。 不法行為に基づく損害賠償債務っていうのは不法行為の成立と同時に履行地帯となりますこれさらっと読むと分かりづらくないですかこの文章っていうのはさらっと読むと分かりづらいんですねでこれは具体例を出すと非常に簡単に理解できます例えばあなたが事故などで怪我をして入院した場合をイメージしてくださいあなたは被害者で、まあ、別途加害者がいるということですね え、あなたは入院費をすぐにでも払ってくれって思いませんかすぐにでも相手方に損害賠償請求したいですよね。加害者に対して損害賠償請求したい。ここで履行地帯の発生時期っていうのは、加害者が被害者から避難されるべき時ですよね。まあ、これは、えー、昨日の動画とかでもお伝えしていると思います。つまり、被害者であるあなたから避難されるべき時、ここから履行地帯となるわけですよ。 つまり事故が発生した時からすぐにでも損害賠償請求したいということは事故が発生した時から加害者は避難されるべきなんですよね。つまり事故が発生した時から履行地帯になりますよということなんですね。で、言い換えると事故が発生した時っていうのは不法行為が成立した時なんでこの時期から履行地帯になるということです。これは被害者救済のためのルールなんですね。 イメージできれば忘れにくくなりますし、試験前に勉強したのに覚えられていないとならずに済むんですね。無駄な勉強したくないという方は、ぜひ短期講座をご検討ください。もう多くの方がもう無駄な勉強をしてるんですよね。無駄な勉強っていうのは、この部分をそのまま覚えるっていう方です。つまり丸暗記学習ですね。不法行為の成立と同時に履行地帯となる。もうこれ丸暗記の方っていうのはやはりもう無駄な学習ですね。 そういった方っていうのは他の部分も丸暗記しちゃうんですよ。そうなってくると、この部分大体忘れます。1ヶ月後、2ヶ月後忘れちゃいます。で、一方で、ここの具体例を頭に入れて理解をしている方っていうのは、忘れたとしても、この問題文から具体例を自分自身で考えて答えを導くっていうことができるんですね。つまり、正解できるんですよ。忘れていてもこの問題正解することができるんですよ。これが理解学習であり、有益な勉強法なんですよね。このような勉強したいという方は、 ぜひ短期講座で一緒に勉強していきましょう。で、問い2ですね。で、問い2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。そのチャンネル登録の隣に、ベルのボタンあると思います。そちらも、えー、合わせてクリックしていただいて、すべてのところを押していただければと思います。これで私が動画アップした時に、通知が来るようになりますので、こちらもぜひ設定してみてください。 で、問いにですね、売り主が宅券業者、買い主が宅券業者でない場合の土地の売買契約の売買を行った宅券業者は、売り主が37条書面は不要だと申し出てきたので、37条書面を売り主に交付しなかった。この場合、売買業者は宅券業法違反となる丸か罰かという問題ですね。 で答えは丸です。つまり「宅建業法違反」だということですねえ37条書面の交付義務っていうのは宅建業者間であっても適用されますつまり売り主・買い主双方に37条書面を交付しない場合は違反になるんですねでこれはえ定番の引っ掛け問題なので絶対解けるようにしておきましょう宅建業者間で適用がないものについては短期講座で解説させていただきます で、問い3国土利用計画法です。A が所有する市街化区域内の面積2000平米の土地を B に売却する契約を A と B の売買契約の代理人である C が締結した。えこの場合、C は C 名義で事後届を行う必要がある。丸かツかという問題ですね。で、答えはツです。 市街化区域内の土地の売買をする場合、まあ、2000平米以上の場合が届出対象ですよね。従、まあ、って、まあ、事後届では必要なんですけれども、誰が事後届出をしなければならないのか。これは、権利取得者なんですね。つまり、飼い主です。で、今回問題文では、飼い主は B さんですよね。A が B に売却するってことは、B さんが飼い主。で、C が代理人なんですよね。で、この場合っていうのは代理人じゃなくて、 飼い主である B さんが事後届け出を行わなければならないです。従って答えはツだということなんですね。短期講座では、つなげる学習で効率的な学習ができるように、その他のポイントも一緒にお伝えをしております。一つの問題から一つのポイントだけ頭に入れるっていうのはすごく非効率なんですよ。やっぱり一つの問題から複数の部分頭に入れていくってことをやっていくと、関連知識まで一緒に頭に入っていきますよね。 一つのことをやって複数のことを一緒に頭に入れていく。まあ、これが効率的な勉強法の一つなので、こういったことを短期講座では行っております。そして初めにもお伝えをした独学でできる理解学習の方法については、こちらの動画を参考にしてみてください。で今開講している短期集中実用カップ講座についても、ここでお伝えをしている理解学習を実際あなたに実践していただけます。 残り3ヶ月で飛躍的に実力を上げたい今年絶対合格したいという方はぜひ短期講座ご検討いただければと思います今月末で募集終了となりますのでお早めにお申し込みください今年合格して一緒に喜びましょうレトスの小野でした